必要な材料は、ちょっとあまりの多すぎるメモ。買ったはいいけど、ちょっとあまり使えてないメモと、マステと、折り紙になります。まあ、基本的には折り紙で作る蛇腹と同じなんで、もう察しのいい方はわかるとは思うんですけども、こうやっていらないわけではないけど、ちょっと多分買うスピードの方が早いと思うので、消費をしたい時にこんな感じで使っていくみたいな感じですね。でちょっとしたプレゼントとかに入れるという感じで、これ自体は何枚でもいいんですけど、一応私は同じ形の2デザインで6枚ずつ準備しました。からもう外側はちょっとしか見えないので、この内側同士にくっつけていただいて、マステで留めていきます。セリアさんとかの可愛いメモとかだったらちょっと小さめなんで、本当は上を折り返してなんか綺麗な口にはしたいんですけど、そうするとサイズもちょっとちっちゃくなってくるので、こんな感じでもうそのまんま横と下側だけマステで留めていきます。で、こういった感じをお好きな数ほど準備します。で、こんな感じで6セットできました。で、そしたら、まあ私はこう色の組み合わせを順番にこう変えていこうかなと思うんですけど、こんな感じでやったいつもの蛇腹をやっていくような形で、表面テープを貼っていきます。一応こんな感じで外から2センチずつ外して、今両面テープこの口だけつけております。両面テープを外してざっと糊を貼ったら、これを口をくっつけていきます。広げていただいたら、これで蛇腹部分が完成です。
完成です。で、あとはり紙ですね。お好きな折り紙を、もしこれが、まあ今ちょうどこれが 7.5 だったんで、こう半分に折れば多分ぴったりになると思うんですよね。ただこれだと足りなくなっちゃうので、一応もう一枚を先に付けていただいて、それで半分に折りたいと思います。で、これをパタンパタンで余った部分を切るでもいいですし、もしこの切り替わりのところがすごく嫌だなとか思われる方であれば、ここからスタートしていただいて、ちょっとこの場合でやってみますね。この中心部分で、でこの手段先に感じで外側が口の方があったとしたら、ここを基準に貼り付けます。で、こ
ここで一旦折っていただいて、このくらいかなって合わせていただいたら、一旦ちょっとここではっきりと、多分5ミリぐらいかな、5ミリぐらいを折れ線をつけていただきます。で、これ自体が 7.5 なんで、まあ、7.5 でもいいですし、若干 7.5 強でもいいかなと思います。で、なんか口部分がこう切りっぱなしが嫌であれば、5ミリほど伸ばしていただいて、もうちょっと5ミリ強伸ばしてますけど、で、したい長さのところで折れ線をつけ、ここを一旦こんな感じで折り返して貼り付けていただきます。そうするとこの部分がちょっと綺麗になるし、強度が増すん で、 あとは同じように、ちょっと先に両面テープを貼ってた方が場所が分かってよかったんですけど、でこのままパタンと倒してあげます。でここも入り口よりこう一旦折っていただいて、そこからまあ、ちょっと5ミリよりはちょっと大きくの方が、そこよりも大きくの方が後で物を入れた時にいく、5ミリより、ちょっと大きめに上の蓋部分はしておいた方が、後で物を入れた時にこうちょっとまあ締まりやすいかなっていう感じがあります。から、ちょっと5ミリより若干大きめに、もうほんと気持ち程度でいいんですけど、でこんな感じでしたら、上側をまあ必要な分だけ長さにしていこうかなと思います。切ってもいいし、こう貼り合わせてもいいかなって思います。
貼られたりとかした場合にはこんな感じでマステをなんかデザインする感じであえて貼ってますみたいな感じで隠せば、可愛くなります。こんな感じで、で普通にそのマグネットでここを留めてもいいですし、なんかワンポイントにくっつけて、あのコラージュをしてあのつけてもいいですし、ただこんな感じでワンポイントだけこんな感じで貼っていただいても、これだけでも完成なんで、で結構メモを使ってるんで結構丈夫なんですよね。で中が見える感じで、こんな感じ。一応ちょっとちっちゃいサイズでも作ってみようかなと思います。で、今度は横は8センチあります。ちょっと足りないんですよね。じゃあできれば1センチで仕上げたいので、こんな感じで中心だけ隙間がある感じではあるんですけど、こんな感じでやっていただいて、ここもマステを貼ろうかなと思います。もちろんあの切れ端とかでもいいですし、このど真ん中じゃなくてもちょっとずらしていただいても問題ないかなと思います。こちら側は一応中側になるので、こんな感じでやっていただいたら、これは多分ちょっと足りるので、こうしてこうしてこうして2分もいくので、一応ちょっと5ミリほど、これは結構丈夫なんでいいかもな、このままいきます。
こんな感じで、普段、折り紙だけで蛇腹を作るところをメモとかを使えばメモ商品になりますし、こんな感じで中が普段使わないデザインを使えたりとかあるんで、結構サイズ感も可愛い。こんな感じで、もしその、多分これここ意外と見えないんですよね。だから白くって全然いいと思うんですけど、それが嫌だっていうのであれば折り紙とかに一回貼っていただいてやるとか、これ同士を貼り合わせるっていうのも手かなと思います。結構可愛くないですか。これ同じシリーズでだったらセリアさんのサイズ感がめちゃくちゃいい。こんな感じで皆さんもマステとかメモとかが溜まってきたら、メモをコレクションするのにもいいかもしれないです。こんな感じで、少しずつちょっとやっていただいたら、ちょっとしたプレゼントの時に結構便利かなと思います。結構しっかりしてます。今日はこんな感じで終わりです。それではまたインスタか YouTube でお会いしましょう。それではバイバーイ。